私はこんな顔をして。そしてこんな髪型をしていた。昨日あんなことなければさ、来てもすぐ帰れた。サボってんじゃないの？とついてねえな。あんなことやっちゃったんだ。その後またすぐ大変仕事。どうします？これも事私はこのバスに乗って散歩するために水田公園へ行こうとしているの。次で降りなきゃ。地震？強い揺れって？
恐ろしかった。強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。ここからは地震情報に全て切り替えて。富島県西部。そこの姉ちゃん、怪しい男の人。悪いな、人を探してる。この辺りで俺くらいの背丈、顔に怪我をしてる。黒い T、そんな男の人は見てみ。逃げ足の速いやつだ。地中があんなに演説始まっちゃってる。